フェデリーコ3世は、シチリア王。シチリア王ピエトロ2世の息子。ニール・ドビーコの養成により、1355年23 13歳で、王位を継承した。即位後は、ナポリ王国の侵攻に苦しめられ、1373年には、ナポリ女王ジョバンナ1世とローマ教皇グレゴリウス11世に、対して服属するという屈辱的な和睦を結ぶこととなった。 1361年に、アラゴン王ペドロ4世の娘コンスタンサと結婚し、マニー一人娘のマリア王女を設けた。1372年に、アントーニアデル・バルゾット再婚するが、子供のないまま死別した。フェデリーコ3世には、男子がなかったため、1377年の死後、王位は、最初の王妃との間の一人娘マリアが継承した。しかしその後、 王位をめぐる内紛が発生し、その末に、シチリア王国は、コンスタンサの異母帝でフェデリーコの妹、エレオノーラの息子である、マルティン一世によって、アラゴンに再併合された。シチリア王フェデリーコ一世が神聖ローマ皇帝、フリードリヒ二世として有名なため、フェデリーコ二世を、フェデリーコ三世、本校人物を、フェデリーコ四世と記す文献もある。ありがとうございます。